半海電気軌道も205系電車は、1937年に登場した南海電気鉄道大阪軌道線を経て、半海電気軌道で使用された路面用電車。なお、類似形式のも201系電車についてもここで述べる。平野線配線により運用から外れ、解体を待つ205系。この車両の直前に登場したも201系同様。 半海電気機動が開業時に製造した木造車1系、5 0系並びに1921年製の電動化車11型を種車として電動機、台車を流用して交代化したものである。当初はもう2001型として登場し1937年にも2001も2005の5両が登場。1938年にも211体も235。 1939年にも236体も240、1941年にも241も242、1942年にも243も246、1947年にも247も250の合計46両が製造された。も205から246は当時同線を経営していた南海電気鉄道が、 自社の天下茶屋工場で車体を製造している。一部の車両は、種車が四輪単車のため台車が流用できず、天下茶屋工場で台車まで作っている。も247から250は、戦時中に製造を中止したものを、戦後、広瀬車両で完成させた。平野線の配線までは、最大勢力を誇っており、半海線の通し、運用では、 全線完全ワンマン化までかなりの確率で運用されていた。半回線転用のためのワンマン化改造を受けるも248。全長11メートルほどの中型車で、前後扉の配列。も205体も210話も201型と同じ一段加工窓、2枚の扉を連接した2枚引き扉だったが、もう211号は二段上昇窓となり、外形が変化している。 また扉も開閉トラブルが多発したため途中から1枚引き戸に変更された。2枚引き扉だった車両も運転台追加復旧工事を施す際に改造し、最終的にはも205も209の2両以外は1枚扉となった。阪神高速14号松原線の安部の入り口から先への延長及び地下鉄谷町線開通に、 ともなって、平野線が廃止された際に、も246対も248の3両は、ワンマン化改造される。この時、他のワンマンカー同様の全中被配置に改めるため、中央扉が新設されて、後部扉は閉鎖となったほか、前面に方向膜が装備されている。全在籍数のおよそ半数近くが花田口、停留場間向かいに本社がある。 玉ノイスの広告塗装をまとっていた。台車は戦術の通り四輪短車を種車とする車両は、心臓したが、他は種車のものをそのまま使用した。そのため高床車両も存在し、安全地帯のない平洋軌道区間内の駅では、ステップエンジンによる折りたたみ式、あるいは引き出し式の補助ステップを車掌が操作していたが、先の扉のトラブルや、誤操作事故の多発などで、 使用中止となり、簡易安全地帯を設けることになった。その後、も101型やも201系の廃車、大阪市交通局1501系電車が履いていた、住友金属工業製 a s 4 5 l 定商代車の購入などにより、早期廃車のも227も233を除いて定商代車に取り替えられている。南海大阪機動線は、 車体長13メートルを超える大型車が主流で、機動線車両の中では小型であったことから、特に1960年代後半からは、ラッシュ時などの多客時以外は、予備車的な存在になっていた。しかし、半海線と上町線のワンマン化が開始され、逆に廃止が決まった、平野線はワンマン化されないことになったため、平野線の末期は、他のワンマン化された大型車に変わり、 この形式が主力として走ることとなった。同線のさよなら運転も努めている。1967年以降も201型が全廃され形式消滅し、も205型も廃車が開始された。なおもともとはワンマン化されないで全車廃車されることとなっていたが、1979年に京都市電千8 0 0 k 6両を改造したも251型が、 同社の車体構造が小型で、収容能力が低く、しかも性能も悪く後続の車両に追いつかれることも、しばしばで乗務員に嫌われたことから、も百246体も248の3両がワンマン化改造されて残ることとなり、社員などからは、低床改造者のワンマン化改造なので、会議会のニックネームで呼ばれていた。平野先敗死後、 南海電気鉄道の子会社として発足した半海電気軌道では、やはり小型であることから主にラッシュ時のみの活躍に限られ、もう701系の導入に伴い1990年に廃車となった。本形式は、同社の車両としては、比較的多くの数が生体保存されているのも特徴である。保存車のうちも212は1976年廃車であり、 また、教習所の保存者であるも211は1978年廃車となった車両である。また、1両はオークション方式で売却された。平野線廃止後、平野駅駅舎と共にも240の保存が検討されたことがあり、同駅にしばらく留置されていたが、最終的には用地確保の問題等で保存はならず、駅舎と共に解体された。 カナダのエドモントンの保存鉄道においても247が主力車両として使用されている。南海電気鉄道の運輸教習所に設置されているも211のカットボディは半海電気軌道が同社に委託している運転士養成用の教材として使用している。オレンジの雲塗装で車番は160となっている。方向膜には平野が入っていたり、 三角屋根のテールライトなど、とても貴重なものだが、通常は非公開である。しかし、運輸教習所裏に位置する河川の堤防より、わずかながらその姿を見ることができる。も二205型と製造の経営、携帯ともに類似する、南海電気鉄道大阪機動線で使用された、路面用電車である、ABCDEFGHIJKLM。 鉄道ピクトリアル1980年1月号、この写真の電車売りますさよなら運転時の飾り付けは、直接車体に釘で打たれていた。半海電機、和歌山機動線、トンボ出版、1996年、南海平野線使用車両も参照のこと、引き取られた5両のうち1両は現在撤去された。ありがとうございます。